少し話を聞いてもいいですか？あ？なんだよあんたら。この村じゃ見ない顔だな。ええ、実は。왠지여자이름인데남자목소리네。調べているんです。おお、そうなのか。何か知っていることがあれば教えてくれませんか？지금앨리스복장이그아특전으로얻을수있는거예요저게디자인컨테스트 특전이었던가何でも構いませんよ。失踪する前の子供の様子でも、村の様子でも。そういえば、気になるもんを数日前に見たな。何でしょうか？馬車だよ。村で馬車を見たんだ。저런비주얼라이즈복장들은나중에 SAO 샵에서또팔것같은데いや、馬車自体が珍しいわけじゃねえさ。商人の中には馬車に乗ってくるやつもいるからな。ただ、俺が見た馬車は貴族のものだったんだ。貴族の馬車？商人の馬車とはやはり違いますか？ああ、見た目が随分と豪奢で、それに貴族の紋章が描かれていたからな。この村で貴族の馬車を見たのは初めてだったから、随分と違和感があったのを覚えているよ。貴族の馬車か。確かに、ルーリットの村でも見たことがないかな。도대체어드미가관리를어떻게했길래紋章ってことはそこから所属だったり家系なんかを突き止められるかもしれないね。이게임에나오는귀족의한 80% 는다부패한귀족같아요。ではその紋章について詳細を教えてもらってもよろしいですか？ああ、もちろんだよ。必ず子供たちを見つけ出してくれ。すみません。失踪した子供たちについて調べているんですが、少し話を聞いてもよろしいですか？おお、子供たちについてか。しかし、助けになりそうな情報は持っとらんの。どうした？この首飾りが気になるのか？どういうねげ、목걸이가있었나？ずいぶんと立派だと思って。あ、いえ、すいません。いいんじゃよ。わし自身、自分でも不釣り合いじゃと思っとるからな。낚시하다가건져올린거야？これは、皇帝に仕えていた頃にもらったものなのじゃ。あの四皇帝の一人に仕えていたのですか？ああ、北帝国皇帝にな。ずいぶん昔の話じゃが。それならば、北帝国にいる貴族に詳しかったりしませんか？貴族に？まあそれなりにはの。ではこれを見てください。아까목격했던귀족의문양이야？失踪した子供を探す手がかりです。この紋章がどの貴族のものか知りたいのです。ああ、これはおそらくオーレシアン家の紋章じゃな。聞いたことないな。オーレシアン家の人にはどこに行ったら会えますか？新人貴族인가？邸宅がある場所を教える。졸보처럼귀족이된지얼마안돼가지고会えるとは思えんが。여기저기갑질하고다니는귀족。それでも行ってみます。ありがとうございました。지금까지들어갈수없었던그사령직일까요？ここがオーレシアン家の邸宅だな。貴族の家だけあって立派だね。早速話せるかどうか聞いてみよう。그리고등짝한가운데를가로지르는데드스페이스그에너지바가떠오르는듯한줄이라고해야되나？止まれ。ここは由緒あるオーレシアン家の邸宅だ。何者をも入ることは許されん。방금봤던근위병아니야？俺は北セントリア修験学院上級修験士のキリトです。그리고왠지창을쥐고있어야될듯한자세로양손검을들고있어요한손으로。実は、아이건그냥철제감인가？修験士だと？修験学院の学生がこの場所に何のようだ？だから事件を。当主からは
何者をも邸宅へ入れるなという命令を受けている。이세계에는정말창이없는건가話だけでも一度聞いて。その必要はない。直ちに立ち去れ。あっちは貴族ですし、やっぱり難しいですね。ちょっと待って、アリスの権限で邸宅へ入れてもらうことはできないの？ララティナ도어지간해서는자기신분을이용해가지고밀어붙이려고는안하는게또앨리스하고닮긴했네요邸宅へ入れてくれと頼めば相手はそれを許可するでしょう。しかしそれは衛兵や貴族が絶対に拒否できない命令を下すのと同じことです。オーレシアン家が失踪に関わっているとわからない以上、やはりむやみに騎士としての権限は使うべきではないかと。방금도이야기가나왔지만은키리토를만나기전에앨리스라면그랬을거예요자기가스스로말하듯이悪かったわアリス。あなたが決めたことなら私もそれを支持する。もちろん私もです。他の方法を考えましょう。キリト君、何かいい方法はない？어둠이의실체를알고나서권력으로찍어누르는거에대해서거부감이생겼나봐요。頼んでダメなら侵入するしかないだろう。あんたね、そんなの論外よ。やっぱりここで待つしかありませんか？そうね、もしかしたら馬車の出入りが確認できるかもしれないわ。なんか어둠이하고비슷한힘을가지고있는메디나하고반목하게된원인도그거고요。失礼しました。こうもうまくいくとは思わなくて、つい。一体どこへ向かうんだろう。思い切って呼び止めて中を確認するか。そんなのよくないよキリト。ユージオの言う通りです。今の私たちに貴族の馬車を止める権限はありません。わかったよ。とはいえ馬車を見送るためだけにここに留まっていたわけじゃないだろ。금기목록때문인가？そうだね。귀족의마차를세울권한이없다는뭐그런이야기를하는거보니까정말그천가지의리스트로행동을제안한금기목록。이가게아시대오는뭐쓰라그라ってきたな。この程度で弱音を吐いている場合ではありませんよ。今のは魔獣の鳴き声みたいだね。이게임의 EX 커넥트같은건가봐요。かなり近かったな。警戒しよう。キリト、前を見て。まずい。みんな、馬車を守るんだ。うん、そうみたいだね。馬車の様子を確認しよう。キリト君、御車の人はもう。間に合わなかったか。うんそんうんそん。お兄ちゃん、何か聞こえない？馬車の中から聞こえるわ。オーレシアン家の人かしら。あに、貴族의마차가저렇게생겼다고요？中に入っている人の安否を確認するためだ。馬車の中を確認しても問題ないよな。ええ、もちろんです。このそばへ나오는그아르칸레티아로떠날때탔던마차가더호화스러워보이는데。君たちは？お兄ちゃん、誰？もしかして、この子たちって。失踪した子供たち。よかった。急いで子供たちを村へ連れて行こう。ありがとうございます。こうして再び我が子に会えるなんて。
아리가토. 쟤네들 아까 봤던 그네들 아닌가? 모험가들. 혼토니 난토 오레오 이에바 이. 배경에 사람이 하나씩 생기고 있어요. 偶然 見つけられた ようなものですから 気にしないでください. しかし なぜ 귀족의 方が 子供たちを. 귀족이 이신매매를 하고 있었나? それについては こちらで追って調べてみます. 何の 騒ぎか と思えば 貴様らか. あなたは? この子供たちは 迷子になっていた子たちか? この子たちは迷子じゃなかった。 貴族に連れ去られていたんです。 貴族に? なぜ貴族が平民の子供など求めるのだ? それは… とにかく子供が見つかったのであればそれでいいではないか。 氷教会からの命により魔獣からは守ってやる。 しかしそれ以外は貴様ら親の責任だ。 二度とくだらないことで我々この兵の手を煩わせるなよ。 메디나의 귀족 혐오가 더 깊어지겠는데? 気持ちは理解できるよ。でも、全ての貴族がああいった性格なわけじゃない。 ええ、もちろんわかっています。 あの… どうしました? 馬車から見つかったという子供たちは これで全部なのですか? 전부가 아니야? はい、そのはずですが。 실종된 애들 중에 전부가 아닌 모양인데? その…足りないんです。 いなくなった子供たちは他にもいるんです。 なんてこと… キリト… もう一度オーレシアン家の邸宅に戻りましょう。 他の子供たちがまだ残されているかもしれない。 이번엔 호위병이 가로막는다고 해도 그냥 강제로 들어가는 수밖에 없겠는데? 人がいる気配はありませんね。 遅かったか。 이미 도망쳤어. 予想して邸宅を出ちゃったのかもしれないね。でもいくら貴族とはいえ自分の邸宅を手放して勝手に移動するかな。それを言うなら貴族とはいえ子供の誘拐なんてしないでしょう。ああ、そもそも子供を連れ去るという発想には至らないはずだ。 캐릭터 게임이 대부분 그렇습니다. 이쪽에서 대선배인 건담도 그렇고. 誰か 地位が上の人間に命令されたってことかしら? 誘拐を指示って、なんでそんなこと? 誘拐をしなければいけない状況に陥っているか、誘拐を正当化する理由を持っているか。とにかく、オーレシアン家の人間を追いましょうよ。 つまり… ええ。 몇십 개 만들면 그 중에 한두 개는 건지는 게 캐릭터 게임 장르 같아요. 아… 키리토! 아… あの場所に間違いない! また邪魔されるわけにはいきません! 이러고서 나중에 막 유저 4명이서 협력해서 잡아야 되는 레이드가 나오면 곤란한데? 응! 마주니 주의시나가라 바샤를 追いかけよう! あれはお城みたいだね。あんなのが北帝国にあるなんて知らなかったよ。よし、行ってみよう。ちょっとキリト君。 제가 해봤던 온라인 게임 중에 대항시대 온라인도 그렇고. 止まれ! 貴様何者だ? この城に 유저가 일정 수 이상 유지되어야 계속 게임 시스템이 원활히 돌아가는 뭐 그런 상태로 시작을 했는데. 여기는北帝国皇帝陛下の旧帝城であるぞ. 점점 이제 서비스 기간이 길어지면서 유저가 줄어드니까 그런 컨텐츠들도 조금씩 사라지더라고요. 4皇帝の帝城は王都セントリアにあるはずですが. 처음엔 국가 간의 대항전 같은 그런 컨텐츠들이 주였는데 나중에는 그냥 서버 내에 남아있는 유저들끼리 어떻게든 할 수 있게 국가 간의 장벽도 허물어져 버렸어. それじゃこの城は今誰が使っているんだ?中には誰がいるんだ? 그런 것처럼 이 소드 아트 온라인도 제목에 온라인이 들어가지만은 사실상 그냥 싱글 게임으로
되는 것 같아요. 오레시안 家の馬車がこの城に入っていったんだ。何か知らないか？私の職務はこの城を守ることだ。絶対に誰も入れるなと主からは言いつけられている。中に誰がいて何が行われているかなどは関係ないのだ。それはあんたも城の中のことについて何も知らないってことか。그러게요。무쌍으로나온건한번도없나？貴様、私を愚弄するのか？지금누구에게칼을겨누고있는건지아느냐？いや、そういうわけじゃなくて。キリト、ここは一旦引きましょう。まったくキリト君たら。まさか皇帝の城だとは思わなくてさ。근데이성에는창이없는이유가있나요？어둠이리소스관리뭐자원부족으로창을못만들었나？勝手に入ろうとしちゃダメでしょ？気をつけます。とにかくこれからどうする？入る方法ならある。そのためにはアリスが聖号騎士であることを明かさないといけないけどな。ララティナ아가씨여기서본명을대십시오。ええ、皇帝の城といえども聖号騎士として命令を下せば簡単に入る許可を出させられるでしょう。しかし私自身としてはその方法を取りたくはありません。上位の存在たる者が権力を振りかざし逆らえない相手を半ば無理やりに従わせるのは。이런데에서권력을휘두르는걸주저하는점도라라티나하고닮았잖아。まさに最高司祭様や腐敗した貴族の行いに等しいものです。そうだね、アリスがそう感じているのなら他の方法を考えよう。キリト君、他に何か手はある？ないわけじゃない。本当ですか？ではなぜそれを実行せずにあんな無謀なことを。チャミビアインジェ。城に入る方法があるってわけじゃなくて、알만한사람、その方法を知ってそうな人に心当たりがあるだけだよ。ほら、貴族の紋章について話を聞いた人がいただろ。그러게요、필요이안보여요。以前は皇帝に仕えてたって言ってたからさ。でも以前仕えていた人に関する情報を私たちなんかに教えてくれるかな。カシドラシダが나타났을때비룡을타고날아갔다는사람이언급은되는데。今はそれしか方法はなさそうですね。それじゃあ決まりだな。村へ戻ってあのおじいさんからもう一度話を聞こう。